娯楽の殿堂パチンコゴールデン道路新川4の4新道沿い北向きにドーンとオープン。連日超満員、下玉最高、赤字覚悟の大サービス、大駐車場も完備、定食喫茶のロードもよろしく。札幌市内の老舗パチンコ店が令和4年10月10日をもちまして閉店されました。今回はこちらのお店を現地調査していこうと思います。今年も残すところあと2ヶ月程度なんですけども、北海道の各地でパチンコ店の閉店が相次いでおります。特に今年は中小法人を中心に閉店していくパチンコ店が目立っている印象でございます。まずはここ最近北海道内で閉店したパチンコ店をいくつかご紹介していきたいと思います。まずは1月25日で閉店した北海道森町にあったイオン佐原店でございます。こちらは函館に本社がある統一観光ですね、慶応の屋号でおなじみの統一観光が運営していたパチンコ店でございます。多分慶応の頃から入れますとかなり長い間ですね、この店舗パチンコ店は存在していたかと思います。こちらのお店は令和4年の1月25日で閉店されました。続きまして北海道浦幌町からニューラッキー浦幌店でございます。こちらの方は令和4年の1月31日をもちまして閉店されております。どことなく昭和感が残る建物の外観かと思います。続きまして北海道知内町よりビッグサイト知内店でございます。こちらは令和4年の2月に閉店されております。閉店日の詳細は不明でございます。続きまして北海道留萌市よりライジング留萌店でございます。こちらの方は令和4年の4月10日をもちまして閉店されております。まあライジングなんで建物の外観は他のライジングと似たような作りとなっておりました。続きまして北海道苫小牧市よりマルハン苫小牧東店でございます。こちらの方は令和4年の8月28日をもちまして閉店されました。苫小牧のマルハンは現在駅前にある苫小牧駅前店のみとなっております。まあもともとはですね2店舗あったんですけども、まあ新店舗が去年ですねオープンされまして、そこ1店舗に集約した形になるかと思います。続きまして北海道北見市よりパーラー太陽本町店でございます。こちらの方は令和4年の9月11日をもちまして閉店されております。ここ最近閉店が目立ってきておりますけども、札幌以外のですねパーラー太陽さんも閉店が加速している印象がございます。続きまして北海道根室市より大五郎系法輪店でございます。こちらの方は令和4年の9月25日をもちまして閉店されております。こちらの建物も建物自体はかなり古そうな印象がございます。昔のパチンコ店といったら、まあ、こんな作りが多かったような気がいたします。続きまして北海道釧路市よりパーラー太陽釧路桜ヶ丘店でございます。こちらの方も令和4年の9月25日をもちまして閉店されております。パーラー太陽さんはここ数年閉店がかなりの勢いで加速しております。かつては道内に約50店舗のチェーン店を誇っておりました。北海道のパチンコ法人としては最多の店舗数を持っていたんですが、令和4年10月現在で道内には16店舗の店舗が残るのみとなっております。今後さらに減っていくのでしょうか。このあたりは注目されるところかと思われます。続きまして令和4年の9月30日をもちまして閉店しました北海道北見市にあるひまわりウエストサイド店でございます。こちらは約30年間営業した老舗のひまわりさんでございます。ひまわりさんは割と閉店がですねあまりない印象がございました。直近で閉店したところも北広島のですねひまわりさん以降なかったと思いますので、割と堅実な営業をされているですね印象がございます。また同等といえばひまわりさんのお膝元、まあ、創業の地に近いところなので、まあ、古い店舗をですね閉めまして、北見にはひまわりの大きな店舗が1店舗ありますので、そちらの方へ集約するというね形になるかと思われます。まあ、店舗統合という形で一応閉店みたいでございます。
で今回閉店したところは札幌市豊平区月寒中央通り8丁目にあったビッグスロットでございます。ビッグスロット月寒店が令和4年の10月10日、こちらが最終営業日となっております。現地調査した日はこの営業最終日の夕方でございます。まだ6時前なんですけども、外はですねもう真っ暗な状況でございました。国道36号線沿いにあるパチスロ専門店だったので、目にされた方は多々いらっしゃったかと思われます。ちょうど地下鉄の月寒中央駅のすぐ近くでございます。でここは1980年の春から長年営業していたパチンコ店でございます。当初はドラゴン36という屋号だったんですけども、その後ビッグバンに変わりまして、で18年前にスロット専門店のビッグスロットに生まれ変わった店舗となっております。スロ専になった時に島の作りですね、一旦作り直しております。中をスケルトンにしまして、島を作り変えてスロット専門店になった形となっております。また今残っているパチンコ店としても台数は非常に少ないと思います。パチンコがあった時代も結構ね台数が少なかったんですけどね。でここは割と早く等価交換になったパチンコ店だったんで、ビッグバンの時代は結構通った印象がございます。ちなみにドラゴン36の前も別なパチンコ店がですねここにあったようでございます。ただまあその時代は私知らないので、私が記憶にあるのはビッグバンの頃からなので、ドラゴン36からですねいつビッグバンに変わったかはちょっと定かではないんですけども、まあ、ビッグバンの頃はですねよく遊ばせてもらったパチンコ店の一つでございました。で運営会社がですね1980年からずっと一緒だったので、まあ、ある意味新生のパチンコ店とも言えると思います。42年間この地で営業したパチンコ店だったので、まあ、かなり長い間ですね同じ地で営業していたことになると思います。まあ、地下鉄の駅もですね非常に近く、徒歩で1分というところなので、利便性的にはかなりいい場所にあったかと思われます。ただこの国道36号線沿いですね、月寒界隈のパチンコ店軒並み閉店していきまして、現在残っているところはマンモスの月寒店のみになると思います。まあ、かつてはですねパチンコ街道ともいえたこの月寒中央通り沿いなんですけども、現在残っているパチンコ店はマンモス21、1店舗になるかと思われます。まあ、ビッグスロットといえば苫小牧とあと札幌市の中央区北五条通り沿いにですねあると思います。あとパチンコ併設の店舗としては小樽にビッグバンがまだ残っております。もともとそんなに店舗数をですね持っている法人ではなかったんですけども、札幌発祥の法人としては老舗のパチンコ法人になるかと思います。まあ、スロット専門店というところがですねもうこれからやっぱり厳しいっていうところがありますので、まあ、今回店をですね閉店する運びになったかと思われます。まあ、ビッグスロットになってからはあまり来たことがなかったんで、今回最終日の日にですね久しぶりに見れてよかったかなと思います。まあ、店内の方は若干ベニヤになっているところがですねありましたので、まあある程度前から閉店する準備はですねしていたかと思われますが、この閉店の告知は結構直前までねされていなかったようでございます。地下鉄の駅から徒歩で数分のところなので、まあ居抜きで違うものがですねできる可能性は結構高いのかなと思います。あと店舗の裏側にはですね立体駐車場の方もしっかりと完備されておりますので、パチンコ店じゃなくてもですね違う用途としては利用価値がある場所になってくるかと思われます。この近辺で昔よく来てたパチンコ店といえばビッグワン銀次郎とか、あとヨシヤ、タマゴロ、それと USA、 あとはテミスとかね、そのあたりになるかと思います。まあそういった懐かしいパチンコ店がですね今は全てなくなってしまったというところでございます。この近隣にあるビッグ大王のですね閉店した建物も、あの閉店当時のまま建物が現在も残っております。まあ、しかしながらここまでパチンコ店の店舗数が減少していくとは当時は考えられなかったこととなっております。まあ、でもこれからもまだですね閉店していくパチンコ店が多いような気がいたします。やはり経費がですね店舗を運営するにあたり、お店を維持していく経費というのがですねこれから重くのしかかってくる時代になってきます。そういった中生き残っていけるパチンコ店は少しだけになるのかなという印象がございます。
私の元には続々とここが閉店する、あそこが閉店するというですねニュースが入ってきております。まあそういうのを考えていくと、今後も店舗が減っていくというのは致し方ない流れになるのかなと思います。今回は令和4年10月10日で閉店いたしましたビッグスロット月寒店、こちらの方の現地調査でございました。